どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。皆さんこちらのイベント覚えてますか？今日の12時から開催されているスペシャルダンジョン極降臨チャレンジですね。これアシスト向こうの壊滅級ってことでかなり難しそうな感じではあるんだけど、報酬がなんと各フロアプラスポイント5900もらえます。これ合計で29500もらえるんで必ずやってほしいんですね。今日はこちらの極降臨チャレンジを、初見で遊んでいこうと思います。とりあえずハヌマンからいきましょう。ハヌマンってめちゃくちゃ遅延食らうはずなんで、照明ちょっとこんな感じで、敷き紙入れてね、吸収向こう打とうかなと思います。いきましょう。初で遅延食らう割にアシスト向こうなの、これやばくないか。絶対食らうじゃん。でもそんなダメージでかくねえだろ、その分。はい、じゃあ一旦こんな感じで、やっぱでかくないね、一発は。もう一回、84,000とかなんで普通に回復音消しで耐久できるレベルですね。そもそもなんなら軽減も貼ってないんで、これに軽減貼れば余裕そうで、残り、やばい。ここは一旦緊急の7コンボ7コンボ入れればこれで式神の半減も貼れるんで絶対耐久できるね。はい、やっぱ余裕ですね。であとはこれにしがらき打ってあげて、ベリアル打ってあげて倒していきましょう。はい、これで闇の13コンボです。もう絶対倒せるだろこんな。硬い、めっちゃ硬いぞこいつ。結構ギリギリだったと思う今の。だいぶ硬い感じありましたね今の HP の削れ方は。なんかそれなりにむずくなってそうだな。ただでもこれでプラスポイントは5900。やばくない？これクリアするだけで5900でしょ。俺ずっとさ、最近裏マロとか回ってるんだけどさ、1分でさ適当な編成でこれプラス5900もらえるんだけど、1回きれいだけどね。やんなきゃ損だろ。じゃ次ソニアグラン降臨行きましょう。いつもの編成で行きます。はい、アキネのリダフレでダメージ吸収、ダメージ無効感、マリエルでエンハンスで、ボルゲンドラゴン火力枠で入れてます。でイデアルに関しては覚醒無効決戦ドロップ回復ですね。てかボルケンドラゴン本当は無効感潜在が良かったんだけど、アシスト間違えてるわ。アシストじゃない、潜在間違えてるわ。ご了承ください、間違えてます。さあ、こんなんでいいでしょう。で軽くコンボして、倒していきましょう。一旦全然普通に倒せてますね。ボルケンドラゴンのさ、属性吸収無効のさ発動条件って何だったっけ。ちょっと待って、ね、属性吸収無効の発動条件、すいません皆さん忘れちゃいました。多分僕がバカじゃなければ3属性消しちゃった気がしなくもないんですが、ちょっとあまりにも最近僕記憶力がなくてですね、ちょっと全く十分信じれてません。多分3属性を消したら属性吸収無効になるはずなんですよ多分。違いますか？合ってますよね。最近さ、あれなんだよね、なんか記憶力の低下がやばくてさ、なんかね昔からね1個の病気にかかってるんですけど、すげえ無視してるんですよね。なんかその薬のせいでもしかしたら記憶力下がってる気がしてきて、なんか怖えんだよな。今度病院行こう。どうでもいいよそれは。4階層マリエル打ちます。だからあれなんですよね、僕毎日なんかアレグラっていう花粉症の薬飲んでてそう、アレグラが悪いわ。でここも11コンボ。ちなみに今実家にいて、一切撮影機材使用してないんで、なんか僕の声変な感じした人はね、大正解ですね。今布団で上向きになりながらスマホで直撮り実況してるんで、音質、声、声量ともに最悪な環境に撮ってます。はい、いいんだよネタ切れチャンネルだから。いやてかさ、本当に今週てかやることないじゃんパズドラ今全く。だから実家帰ってゆっくりしようと思って、そう、地元の友達と遊ぶために帰ってきました。はい、でラスト、めっちゃ余裕じゃない？何これ。一旦殴ってみますか。いきます。でも今のところそんなにこれが硬い気はしないんだけど、どうなんだろう。それなりに硬い HP になってんのかな。ボルケーノドラゴンオンリーでここまで来てるようなもんなんで、ちょっと軽く見てみましょう一回。
あ、硬いわ。まあ、硬いよ。硬いね。終わり。なんか特にそれ以上もそれ以下でもないんだけど、別にめちゃ強そうな感じもしないんだけど、果たしてこいつの攻撃力は高いのか、まあ、一旦削りながら、さあ軽くは、おい、お前が何をするかわからんまま終わるって。はい、倒します。何だったんだろうこのキャラ。え、もう終わっちゃうんだけど。ちゃんと実況しよう。さすがに16コンボ17コンボあれ、これ倒しちゃうくね。あ、倒しちゃった。まあいいや。じゃあこれで倒していきましょう。おい、この辺強いな、さては。ちょ、このヘライス行きたいわ、ヘライス。簡単めのとこ行きたい。3色同時攻撃、属性吸収貫通。やっぱそうだよね。いや、これ違うんですよ。僕がエアプなわけじゃないんですよ。記憶力が低いんですよ。属性吸収貫通潜在とかでも周回でしか使わないからな、実際。攻略で使う機会はほとんどないもんね。てか、アキネ積んでるんだから属性吸収無効覚醒潜在絶対いらないよな。あ、でもいいや、とりあえずね、倒していきましょう。ヘライスがどんぐらいむずくなってるか結構楽しみではあるんで、誰か YouTuber やってくんねえかな。ヘライスに過去10年前のヘライスの編成で挑戦してみたみたいな。この壊滅級ヘライスに昔のヘライスで挑戦する動画上げてほしい、誰か。で、魔法石使いまくって、そしたらマジで昔のヘライスと同じぐらいコンテしてクリアできるんじゃないかな。昔のヘライスってなんかいっぱいコンテしてる人とか、あと100個ぐらいコンテしてる人いたから、アヌビス使って、誰か今の環境でアヌビス使ってやってほしいな。超面白いじゃん、絶対見るわ。昔はね、パズドラなんかコンテする実況者の人いっぱいいたけど、なんか今ってさ、コンテするのはさ、攻略動画だったらご発動みたいなとこあるよね。やっぱネタ動画はね、無限にコンテしていいけど、厳しい世の中になったな。でもなんかヘライスのキャラたち、めっちゃ懐かしいキャラしかいないんだけどさ、どんぐらい強くなってるんだろう。とりあえずもうこの編成でワンパンできるしてんで、そんなに強くはねえぞ。まあ言うて壊滅系だからな。なんかあれしてほしいわ、全部クリアしたらさ、超絶壊滅級みたいな出してほしいわ。もうめちゃくちゃちゃんと攻略考えないとクリアできないみたいな、あれば楽しそうだけど。エンハンス切れちゃってるんですけど、一旦このまま殴ります。これさすがに硬そう、これさすがにワンパンできなそう。あ、ワンパン、ワンパン。お、変わってますね、ダメージ無効盤面ロック。アキネ打ちます。10周年メテを打ってからマリエル打ちます。さあどうでしょうか、これで12コンボ。ああ、そんな気はしてた、そんな気はしてた。いや、まあね、簡単なことはいいことですけどね、別に。あの、動画的にはまずいんですけど、攻略的にはさ、だってさ、こんな感じでプラスポイントもらえるんだからめっちゃいいよね。まあ、っていう感じでですね、このイベント、普通に 1ダンジョンクリアするごとに、なんとプラスポイント5900もらえるんで、後で僕もやっとくんですけど、はい、あの、録画外で。まあ、だいぶ難易度も低めではあるんで、ぜひよかったら挑戦してみてください。一応、ハヌマーンだけはね、初手確定で遅延食らって、ダメージ吸収打てないと突破できないんで、そこだけ注意。ただまあ、一番楽なのはハヌマーンですね、なんなら。で、もちろんこれマルチは無理だと思うんで、コンテにはできるんだよね、別に。多分コンテはできると思うので、まあ、ぜひよかったら皆さん挑戦してみてください。まあね、今回は新しく実装された極降臨チャレンジの報酬がうますぎる件について、すごい手抜き動画を上げる動画でした。あの、ネタ切れ、最近ね、僕のこと見てくれてる人だけ知らないと思うんですけど、コンテできるのかな。あ、できますね、はい。あの、僕のチャンネルはネタ切れになるとすごい適当な動画が上がるので、ちょっとご了承ください。あの、炎上する前に、じゃあこの辺りで終わります。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。